ンペリオということで、今回はシエルも、1周年を迎え、改めて僕らのことを知っていただこうと思って、こんな企画をやりたいと思っております。 おうちでトーク企画 RMPG プロフィール。まあルート ABC に分かれて、それぞれの、僕らの今のプロフィールを発表していきたいなと思っております。さあ来た来た。なんで俺最後にしましたこれ。いやそれは最後でしょうよ。アンカー、うん、意外にだってさ、小学生時代とか中学生時代の話もさしてないでしょ。うん、そうですね、うん、なんかカズマとやっぱ今っていうイメージが、うん、多分ファンの皆さんもある。もう武者修行の時とか昔のカズマはカズマじゃないぐらいのさ、ちょっとまあ人変わってるぐらい更新してます。そうそうそう、更新してる。だからちょっと気になるんじゃない。はい、川村一馬、97年1月7日生まれ24歳。はい、子供の頃の夢がプロ野球選手と漫画。漫画家、なんかあのそれこそ僕ナルトとかいろいろ好きじゃないですか。はいはいはい、まあめっちゃ漫画も今でも多分1000冊ぐらい家にありますけど。確かにすごい。結構それは漫画とかアニメとか好きなんで、うん、その自分が描いてみるのも好きだったんですよ。で見よう見まねでとかいろいろコマ作ってなんかやってみたりとかするんですけど、はいはいはい、まあでも全然でした。全然上手じゃないんですけど、まあそういうのもあったり、まあプロ野球選手は普通に、まあ、子供が見るような夢っていう感じで、うん、まあ、野球めっちゃ好きで、あの、まあ、父親が結構すごい選手だったりもしたんで、そのプロじゃないですけど、昔その中学で新聞載ったりとか、なんかもう MVP みたいな感じでぐらいの、これですよ、好きな食べ物、寿司、辛いもの、ラーメン。大正解ですね、大正解ね。、うん、そのままですけど、まんまですよ。マジでさ、辛いものほんまに俺人生で会った中で余裕でぶっちぎってる。あ、もう俺もぶっちぎってると思います。通覚ないんかなでしょ。ほんまに。え、昔から？結構でも昔からっすよ。あの旅行で韓国とか、はいはいはい、行ったりとかしてる時も全然辛いもの平気で食べてましたね。何がって感じなんだ。はい。今までで一番辛かったの。あ、確かにそれも気になるな。今までで一番辛かったの。ガチ TV で、うん、それこそみんなで500辛いやつ食べたり。あれ食べて。あったわ。まあ全然。行けたんで、うん、で他のチーム残ってたんですよ、うん、そうです。残ってたから、あ、それ美味しいし、それも後でもらうわってなって、あれ食べた後に、あの多分オンエアで映ってるかもしれないですけど、実こうやってなってたんですよ俺、うん、その後。あ、実はお腹痛いんですよ。もうやられちゃって、めっちゃしゃがんで、そう、なんか翔平がふざけてる時かな、わかんないけど。